三、はい、きよし。はい、皆さん、こんにちは。ユーズスカイピクチャーズ、マトでございます。本日の独断好物は、僕が一番クリスマスにおすすめしたい映画をご紹介させていただきます。それは、ホームアローンという映画でございまして、1990年公開の大ヒットとハートフルコメディの傑作でございます。監督はクリス・コロンバスさんと言いまして、他にもミセス・ダウトっていうコメディとか、あとはハリー・ポッターの1作目2作目とかを作られていらっしゃる監督さんです。で、脚本はジョン・ヒューズさんというコメディ映画のベートーベンっていう映画とか、あと101匹ワンちゃんの実写版の101とか、そういう作品を作られてる方ですね。で、音楽はスター・ウォーズやスピルバーグ作品で常連のジョン・ウィリアムズさんが担当しておりまして、こちらもハートフルなメロディーの楽曲を提供されていらっしゃるので、お聞きになった方も多いんではないかと思います。で、あらすじというのはですね、フランスにクリスマスの家族旅行に行くというところから話が始まるんですよね。ただ出発の前日に、主人公のマコーレー・カルキンさん演じるケビン・ボーヤが家族と喧嘩してしまって、反省しなさいってお母さんに言われて、一人だけ天井部屋に閉じ込められちゃうんですよ。その時に、家族なんか誰もいなくなってしまえっていう風に願っちゃうんですよ。そうしたら、まあ翌日、願いが叶ってなのか何なのか 家族はみんな気づかずにケビンを置いてですね、フランスの方に旅立ってしまって、まあケビンとしては自分が願った通りになったんで、神様ありがとうっていうことで、今までできなかった階段をそりで滑ったりとか、シェービングを自分でほっぺにつけて、あーってやる有名なシーンになったりとか、いろいろそんな感じで遊んでやってたんですけども、泥棒の2人組がですね、その旅行中に空き巣をしようと企んで入ってくるんですよね。一人残ったケビン・ボーヤが、その大人たち、泥棒2人を相手に家を守るという、すごく単純明快なお話になってます。なんですけれども、ただのコメディーには終わらない、とても温かい要素もふんだんに入っておりまして、なので、まあ世界中の老若男女に愛される映画になったんではないかなと思っております。クリスマスには本当にぴったしの映画なので、ぜひぜひご家族で楽しんでみてください。以上です。ユーズスカイピクチャーズのサブコンテンツ、いかがでしたか？お気に召しましたら、グッドボタンとチャンネル登録、どうかよろしくお願いいたします。また各種 SNS も更新しておりますので、もしそちらもご興味ございましたらご覧ください。では、ユーズスカイピクチャーズでした。バイバーイ。